今年もよさこい祭りが通常開催されることが決まりました。発祥の地という価値を高め、新規のファンを獲得するための新たな取り組みも実施される予定です。よさこい祭りは去年4年ぶりに通常開催され、157チーム1万4000人の踊り子が参加、経済波及効果は79億円を上回っています。今日のよさこい祭り振興会の総会で今年の事業計画が承認されました。日程は例年通り8月9日から12日までで、170チームの参加が想定されています。新たな取り組みとして盛り込んだのがブランディング事業です。総会で事務局は、これまでは踊り子の演舞の場としての運営で、観客からの視点が少なからず希薄になっていたことは否めないと説明。今年は発祥の地という価値にあぐらをかかず、観客との関係を深めるためとして、踊り子と観客が一体感を持てるよう、前夜祭後夜祭の有料席でライブなどでも使われる棒状のライトを導入することなどを予定しています。さらに良いものに仕上げていきたいという思いが、整ったように思います。誰一人取り残さない、みんな一緒になって思いやりを持って祭りの輪を広げたい、これがさらに良いものに広がる一つの大きな鍵であろうかと思います。よさこい祭りへの参加募集は今日の総会終了後から来月下旬までです。